今月の売上比マジ前年度 80% だよ。くぅ放りてあげなきゃ、放りてあげなきゃ。皆さん、皆さん、運動ちゃんとしていますか？仕事ばっかりして体を使わないといけないでしょ。そうだよ、ノエショの言い通りだよ。ノエショ、ノエショ、ノエショ。僕らはもっと外に出るべきなんだよ。というわけで今回は第1回スポーツビジネス選手権。我々はですね、普段もううちらで企画ばっかやってるわけですよ。そうですね、まあ、ということで今回はですね、ビジネスとスポーツを両立する文武両道の新しい道というのを開拓しようという企画でございます。これは具体的にどういうことかと言いますと、バスケとかサッカーをこういうふうにやって、その後ここに戻ってきてすぐビジネスっぽいことを5分。5分でビジネスできたらやばいですよ。超周り超経済回りす。というわけでやっていきたいと思います。Make it possible with スポビジ。それでは第一種目はバスケです。チーム新人、はい、チーム老害。はい、それではいきましょう。はい、今から皆さんにはディスカッションをしてもらいます。はい、はい、今は御神渡りはやった方がいいのかです。制限時間は6分です。はい、それでは始めてください。はじめまして。はじめまして。はじめまして。電話の申します。あ、 DJ で。お願いします。花岡です。はい、お願いします。お願いします。大学1回生の若です。1回生でいいな。大学1回生でいいな。すごい。あの、4回生の勤務所じゃった。はい、ありがとうございます。会社特に志望はしておりません。あ、そうですか。はい、これでも残り…じゃあダメだよ。あ、すいません。でも残り5分しかないので、しっかり結果、結論までいきましょう。はい、行きましょう。御神渡りっていうのはそもそも長野県のあの諏訪湖付近で起きる、なんかフィスムーンってやつ、ひび割れみたいなやつ。めっちゃ詳しい。あ、じゃあ僕、初期やりますよ。あ、初期。お願いします。どうぞ。そもそも御神渡りができる自然環境にないという状況があると思うんですけど、その場合はちょっと省くという考え方。じゃあ御神渡りが全国でできるようにすればいい。あ、全国ネットの御神渡り。政府がしっかり山に当たって雲ができるように山作ったらいいんじゃないですか。ああ、それだったら本当に思いますけど。そうですね、うん、だからシュレッダーとかも結局御神渡りと一緒ですよね。そうですね。だからお見当たりって広義な目で見ると実はいろんなところにありますよね。だから別に長野県のお見当たりにしなくても全国で別にそういう風なのを見れる維持物を作っていくという、そういう結論。維持物、そうそう。お見当たりに関しては15歳までいいんじゃないですか。でもそれを始めちゃうともう海外がなくなってしまうので、それはもう別の機会で明日決めましょう。はいはい、一旦もう明日決めるという。明日もう一回決めません。はい、じゃあ明日も決まるということで。はい、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 それでは始めます。はい、せーのね、ちょっと今やりましょう。
テーマは下ネタのボーダーラインはどこかについてです。それでは始めてください。まあ、いったら〇〇はいいんじゃない。始めました。ありがとうございます。昨日に引き続きまして僕タイムキーパーですか。はい、ちょっと本題に入りますと、はい、男子が引く下ネタってのは良くないんじゃないですか。笑いに変えるというのはやっぱ男子結構あると思うんですよ、ね。うん、それからこれでもならないと良くないかなと思うので、具体例を出していただきたい。具体例としては、ね、はい、夢のとこでとかそういうことじゃないですか。それでは引いてます。今引きました。だってことでやっぱりダメなんですよ。ダメです。は体の真ん中にあると思ってるので、あ、重心部位、そもそも下っていうのは僕は足ネタのことになるのかと。あ、なるほど。そういうふうに認知しております。多分僕最近水虫です。それでも女子引きますから。引きます。世間一般的に〇〇が OK の〇〇がダメっていう、まあ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 、あると思います。それに関してはちょっと、でも〇〇って女の性器、あー、センチュリー、センチュリーってことウーマンセンチュリーって別に言ってもバレない説。なるほど。あ、だから女性器を言いたいときはむしろウーマンセンチュリー。あ、ソリューションなんだ。それ、ソリューション。あ、だから WC でトイレなんだ。そう。だからみんなそこに入っていってるわけです。みんなそこじゃないんだ、なるほどね。まあ、もうそれでいいじゃないですか。いいじゃないですか。結構出ました。じゃあ、今のはってどう思いました。勝手にしててください。本当になんでやる。若いチームずるないでしょ。俺らもう老齢。第2種目はサッカーです。制限時間は6分です。はい、おはようございます。君がよよ。お前の席ねえから。続いては積分の問題です。はい、無理。制限時間あとでちょっと試しましょう。よーい、はじめ。はい、そういう無理やん。意味わからんってこれ。あ、我が手が止まってる。はい、これ一角やから。キムさん全問正解です。あ、なんかそういうのありましたね。これをどうやってやるの。こうや。違います。どうぞ、できた。全問正解です。ログ T の、あ、次はお尻相撲だ。はい、相手のこっちの領域より、はい、こっちに持っていった感じだ。単純だ。これさ、手順踏んでるね、この。なんすか。100均のアイテムを今から渡します。はい。アイテムの用途を皆さんで話し合って解決してください。急に。最初のお題はこちらです。それでは始めてください。化粧品キットじゃない。まず、はいはい、穴が開いてるので。高校じゃないですか。ここには何を刺すんですか。そこにはストローを刺します。これが何、疑似的な何を想定して刺すの。わかりました、わかりました。あれです、あのシャボン玉作るんですか。あ、あ、あ、場所お風呂。あ、わかった。お風呂。あ、泡立て器。あ、次行きましょう。続いてはこちらです。これ今の前これ泡立て、あの豪華客船の
この確かにぽいぽいぽい、確かにこれは正解。残念、これ20個ぐらい集めなあかんやつ。確かに確かに。ツボ、あ、ツボか。あ、いや、ちゃうやん。いや、これってやっぱ、うん、あの、あれ違う、日本人の男子平均ぐらいある。あ、でもそれはそうじゃん。2歳でここまで行ってたらいいですよ、3歳でここまで行ってたらいいですよっていう基準。バカすぎる。あ、身長の、ならぬ、身長ばかりってことか。ではない。ではない。さっきでもお腹が正解言った気が。え、マジで。ツボ押し。最後ないと。これあれあれあれやん、あれやん、これあれじゃん、あれ弁当に入れるやつ、お弁当に入れるやつ。巨人用のね。これ、あ、ティッシュペーパーをこっから出す。違います。これで終わりじゃないですか。終わりだ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃ、この中からだと順位を。ダルン、 BGA さんです。おお。できる点は海渡りの知識が豊富。まあ、それだけ。持ちネタ、持ちネタ、持ちネタ。マイナスポイントとしては、はい、水虫っていう。やっぱり女子に惹かれるのは絞りだから。ほんまにマジな話していい、水虫じゃないのに水虫って言ってる。そっちが出てしまったら第2位。はい、はい。キム・ヒョジュンさんです。おお。もう一回ね、分かってんだよね、大体。自分の速さと、あとはこうスポーツで体力が余るって書いてあります。あ、ありがとうございます。第1位いきますか。いきましょう。第1位は我がです。よっしゃー、おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でございます。理由は、具体例を出そうとする。は自らゴールキーパーもある。サッカーの時のここ2人のゴール見てないんや。お前あれすげえ言ってやったね。でも水虫なんで。くっそー、すげーでしょ。水虫4位は先理由から言います。あ、はい、いい点。はい、いい点。結構あったと思うよ。ディスカッションと100均の時のクリエイティブさ。おお。まあ、タイムキーパー。うん、タイムキーパーね。二度と褒めほうがいいです。ダメな理由、はい、スポーツですぐバテる。一番引いた発言が。言ってた。これは俺でも出てこない発想やった。練習でカットしてるやん。いつもでも僕の方は使われてますからね。フィルターカットされるから。いや、ほんまに鼻をフィルターカットされるのに電眼フィルターザルザルザルないよね。ザルでどん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 世に出ていくから。そう、はい、ありがとうございました。採用不採用につきましては、はい、後日お知らせいたします。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。こんな感じ二度と受けっけ。はい、というわけで今回はですね、丸山さんの協力でこの企画をやらせていただいてるんですけども、このスポーツを通して、スーツがですね、今日これ知ったよね皆さん。そうですね。ということで樽山さんに今から出向いてスーツを新調しようじゃねえかという、そういう類になっております。なるほど。それじゃあ、そういう類類になっておるんで、今からですね、はい、スーツを選びたいと思います。メイクイットバスボビーズスプラッシュマウンテン。じゃあ、それダメだ。スプリングマウンテン。はい、ということで樽山さんの梅田本店に来ました。すいません。こんにちは。こんにちは。こんにちは。じゃあこれ選んでいきたいんだけども、一旦でもサイズから測らんと。多分サイズっすね。すいません。すいません、ご覧いただきありがとうございます。はい、サイズをまずちょっと測っていただきたいんですけども、大丈夫ですか。はい、脱いだ方がいいですか。そのままで結構です。脱いだ方がいい。変なこと言うな。トールかショートで言えばどっちですか。僕トール。トールですか。え、違いますか。あ、わかんないです。ちっちゃい。コーヒー豆ブラジルが生産1位やから。そうね。それはご存知でしたか。私コーヒー好きなので、はい、その砂糖とかはどういう風にサイズ選びますか。砂糖のサイズは。砂糖のサイズ、私ブラックで。あ、ブラックタイプか。ブラックで飲みます。あ、めちゃくちゃ分かれてて、身長、サイズでこう全部でこの5個25の25種類サイズあって。二次元プロットされてんねや。いや、なんか電眼さんちょっと選んでよ今回。俺
やっぱスーツといえば電眼さんマスターしてるから正直さ、何着ても似合うんやと思うねん幸せあでもなんかちょうどあでもなんかかっこいいかっこいいかっこいいこれめっ今これちょうどですこれどうイタリアっぽい絶対もうこれで確定しますあいいんじゃないじゃあスーツこれで、はい、これでも中にこういうの着る選択肢が全然あ選択肢あるこれであこれでこれでこれねはいこれでじゃあ次シャツそうじゃあこれでいきますはいネクタイ地味になセンス出るんよなこれでいこう逆に印象残るからなはいこれでこれでいこうでもこれでいいなるほどお願いします。はい、というわけで一旦全部ね選びましたので、ここからね電眼さんコーデ着替えていきたいと思います。はい、というわけで、電眼さんコーデ完成しました。これいかがでしょうか。これどうですか。いやでもめっちゃかっこいい。正直。でしれっと俺も実は選んでる。しれっとな。しれっと俺選んでる。これ実はね普通のスーツとちょっと違うくて、普通スーツって織物らしいんやけど。織物。はい。織物。やっぱ折って作るらしいんやけど。これニット生地で。ニットなのこれこれニット着たら靴下とかと同じノリで作ってるらしい同じノリでこれはだからちょっとこっちのあれとは違うよねだからでも見た目は勝手にしてほんまにジャージな感じやわ確かにそうなんやだからめちゃくちゃ着心地はいい正直今までこれ着たことなかったから俺毎日だから使うこれからのだからサラリーマンになる方とかはかなりおすすめなタイプになってるんじゃないですかおすすめでございますでということで今回のこのスーツシャツパンツ靴ベルトネクタイピン、靴下、ハンカチでこの8点セットでなんとお値段2万8000円なんですよこれいやほんまに普通結構安いと思う相当安いと思う正直でベース玉5点セットね5点セットで2万8000円という感じではいということで、まあ、春からね入学される方とか新社会人の方めちゃくちゃお得やと思うんでぜひめちゃくちゃお得春山さんを激推ししております私はいというわけで今日はですね春山さんでフルコーデということで、皆さん春からの新しい生活をぜひ春山とともにお楽しみください。では今日のところはこれで失礼いたします。